はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、ザ・グローリーのジョブマスターピースアシュケロンを強化した先にリディルという強化先が追加されたんですけれども、こちらの方を使っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、今ねこのリディルっていうやつがすっげー話題で、なんか聞いた話によると超強いという話みたいなんですよ。で、僕も一応性能とかは見てみたんで、その性能を紹介しながら今回はセレマグ HL 叩いてみたいなというふうに思います。よろしくお願いします。編成に関してはそんなに特に変えることもなく、セルエル、アルベール、ソン、カオスルーダーの時はソン4番手なんだけど、ザ・グローリーなんでね、今回ソン2番手でいきたいと思います。こんな感じで、やっていきましょう。レッツゴー。で、今回は EX アビリティをこんな感じにしました。ミゼラブルミストと、これがね、デュプレックスっていう、ザ・グローリーのアビリティなんだけど、これを使うとね、自分に持続性追撃効果、プラス、持続性攻撃アップ、属性攻撃アップね、プラス、通常攻撃時、剣技消費効果の命中確率がアップするっていう、まあ、こちらの3つがついてるんですよ。まあ、デュプレックスに関しては、追撃効果3割3ターンっていうことで、なかなか強力なアビリティになってるし、まあ、属性攻撃、アップっていうことで光パともなかなか相性が良さそうな感じがしますよね。で、メイン武器に装備した時の1アビの効果としては、味方全体を特殊強化するっていうこのグロリアスアーツの技が発動いたします。これを使うとですね、ダブルアタックが、5ターンアップ、トリプルアタックが5ターンアップ、防御アップ、攻撃アップっていうのを、まあ、味方全体に付与することができるっていうですね、まあ、アニラの3アビみたいな、アニラの流言古城みたいな感じの強化の、感じがありますね。効果時間は5ターンで、1アビの CT は8ターン。なかなか優秀なアビリティなんじゃねえかなっていうふうに思ってる。で、デバフ入れますか。で、こんな感じでデバフを入れて始めましょう。救援出しますね、今回は。で、こちらのザ・グローリーの通常攻撃時の剣気消費効果は、攻撃アップ、防御アップ、攻撃ダウン、防御ダウン、弱体耐性ダウンのどれかを、発動させるみたいな。増位の3アビリティ、今出ましたね。攻撃ダウン、累積っていうの出たじゃないですか。通常攻撃時にこういうデバフ効果を付与することができるっていうのが、ザ・グローリーの、メイン武器として、リディルをメイン武器として設定した際の特殊な効果みたいです。で、こちらのさっきのチェイサーみたいなアビリティね、デュプレックス。これを使うことによって、それの命中率が上昇するっていう効果。で、剣気を消化すると、やっぱどうしても目に見えてくるのが、この剣気が足りなくなってくる。途中で剣気が切れて、剣心解放を使うまでちょっと何もできなくなっちゃうよっていうようなことが結構あったんですよね。で、今回のリディルは奥義効果で剣気を回復するっていう、まあ、超優秀な効果がついてるんですよ。だからこの分で、剣制の効果が切れません。うん、僕ちょっとさっきロケハンした。一回ぐらいロケハンしたんだけど、マジで切れない。牽制効果が。一生使える。で、その、通常攻撃時に常に追撃ダメージがついてるんですよ。こちらのザ・グローリーに関しては。75% になりましたね。いきますよ。こんな風にですね、常に追撃がついてるんですよね。で、さらにですね、デュプレックスを使うと2回。3割プラス3割っていう風になるから、すげえ追撃ダメージが加速するんですよね。これはすげえ魅力的な部分。ほら、こんな感じで追撃が一生出るっていうのはいいですよね。まあ、属性攻撃アップっていうのも、デュプレックスを使えばついてくるから。で、ザ・グローリーは被弾時に効果っていうのもあるんだけれども、その被弾時の効果がね、なんとね、カウンターなんですよ。強いよね、カウンターって。つまり、回避カウンターなんですけれども、通常攻撃、ここで例えば通常攻撃を、食らってしまいました。主人公が通常攻撃を食らってしまいましたっていう風になった時に、返す刀で攻撃を回避して、反撃をすることができるんですよ。これが、ザ・グローリーの力。うん。ほら、こんな風に回避カウンターをすることができるっていうのが、ザ・グローリーなんですよね。一アビで特殊強化をしつつ、通常攻撃には常に追撃効果と累積デバフっていうのがつきつつ、こういう風なリミットアビリティを扱うことで変幻自在にカスタマイズをすることができるっていうのが、まあ、リディルでありザ・グローリーの強さみたいですね。で、ベースアビリティの方の献身共鳴っていうのもセットすればもちろん使えるようになっておりまして、こちらのリディルの献身共鳴効果は味方全体のトリプルアタック確率アップ、消費剣気8、まあ、剣気の消費は多いんだけど、まず
リリルは切れないから剣気が、結構8ぐらいなら使うゆとりがあるんですよね。なんで献身共鳴っていうのを入れて味方全体のトリプルアタック確率アップを付与するもよしっていう感じでですね、幅が広くなった。昔のやっぱ剣聖だったら周期献身共鳴っていうのが固定で入ってた分、どうしてもこう使えなかった、使いづらかったなっていうところがあったんだけど、そこら辺がなくなってカスタマイズ性が上がったことによって、あのリディル元いザ・グローリーは十分採用の余地があるジョブになってんじゃないかなっていうふうに思いました。ということでね、リディル使ってみた動画のつもりがザ・グローリーの紹介動画になってしまったんですけれども、今回、リディル作ってザ・グローリーでセレマグ HL 殴り込みに行ってみたでした。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。バイ。もしかしたら古戦場で使うかもね。